楽しかったです。本当ですか、たくさんのストーリー上げていただいて。感想はドライヤーと、スチーマー。ドライヤーとスチーマー、うん、まずドライヤー。ドライヤーですね。2日間あのお持ち帰りさせていただいたら。お家です。お家です、うん、すみません。いやありがとう。お持ち帰りさせていただいたので、基本ドライヤーとか、うん、家電がすごく好きで、うん、使ってるものをパナソニックさんめちゃくちゃ多いんですけど、いろんな選択肢なんですけど、ドライヤーの髪がめっちゃ長いんで、乾きがどのくらいで、いつも30分かかるので、20分ぐらい乾くんですよ、うん、それがもうまあ時短で半分ぐらいで乾いた。で乾いた後にちょっと私アホ毛が気になるんですよ。アホ毛って言いますよ。それアホ毛が気になるんですけど、それもしなやかになって、乾きが早いのと音が静かなのと、あのツヤツヤになったっていうのをすごい実感させていただきました。スチームはまずあの化粧水が出る、化粧水をシュッシュって出て、うん、でその後スチームあるじゃないですか。これダブルで一緒に出なかったですよね。あ、そうですそうです、うん、その後にっていう。そう、それがあの出たらもっといいなってすごく思います。あ、同時に、同時にスチームと化粧水のスチームが、うん、そうそう。でももともと持っているものが化粧水を入れることもできないので、うん、化粧水が自分の持っているのが入るっていうのはすごくグッと強くて、欲を言えば一緒に出たら、一緒に出たらいいかな、うん、いいかなと思ったけど、すごくあのしっとりして、で化粧の上からのパターンと化粧していたの女性ってやっぱり乾燥するじゃないですか、うん、この時期は特に。そうそうそう、あのスチーマーの小型バージョンが欲しいなって。で家ではホームケアとしてはすごく、うん、でもこうやってね持てるやつもあったら、うん、パナソニックさんにはあるんだろうなと思って美味しいなと思ってて。なるほど、ありがとう。ドライヤーのお客様に一回濡らしていただいて、で乾きを実感して、乾く速さ、実際に乾いた髪じゃなくて実際に濡らしていただいて。そうですね、そうですね、ありがとうございます。で乾いてすごい、右と左の違いが、ツヤ感が違うっていうのはすごく皆様見ていらっしゃいます。でスチーマーはあのエステ後が多かったので、はいはい、でエステ後が多かったので、うちもエステやった後に、5分でもこうスチーマーを浴びると違いますよね、うん、とかいろいろ意見言ってくださって、うん、まあ、すごく保湿がしっかりできましたということを言っていただきます。パナソニックさんとコラボさせていただいて本当にいい勉強になりました。ありがとうございました。ボディメイクフルミと言いまして、女性の方も男性の方も、美しく生きるっていうのを、メッセージとしてしております。今スタッフ2人と産休中の2人いますけれども、スタッフがうちの方は、若いとはそれも言えませんけれども、みんなが笑顔で素直な可愛い子たちが待っておりますので、女性の方も男性の方も老若にゃんにゃんの方皆様が、来ていただければいいなと、すごくいつも待っております。ぜひお待ちしてます。 YouTube 初です。